昭和4年に発行された小学生全集第8巻の日本童話集下巻著者は菊池寛ですこの中から何編か読んでみたいと思います「八幡太郎」1「昔」 日本で一番強かった侍は源氏の侍でありました。その源氏の侍の中で一番強かった侍は源頼義の長男で八万太郎義平という大将でありました。大きくなって義平はお父さんに言って奥州の 恵比寿どもを聖伐に行きました。そして9年の間、激しい戦をして、義家は恵比寿どもの頭、胸頭兄弟を生け捕りにして帰りました。お父さんは胸頭を殺そうとしましたが、義家はお父さんにお願いして、胸頭を許してやりました。胸は。 よしえの家来になって働きました。ある日のことでありました。よしえはお友達のうちへ行っていろいろ戦の話をして面白く遊んで帰りました。そのうちには戦の学問では日本一といわれた学者で大江正房という人がいましたが、 義家の話を聞いて、義家は戦の学問ができていないと言いました。それを聞いていた宗党はすぐに義家に告げました。すると、それは本当だと言って少しも怒りませんでした。そればかりではありません。あくる日義家は 正房の家を訪ねて先生私に戦の学問を教えてくださいと頼みましたそして一生懸命に学問を習いました2また戦が始まりました敵の大将は大変に強く戦の学問も優れていました そして義家があまり戦の学問をしていないということを聞きましたので義家を見くびって「戦の学問を知らないそうだからこうしてやろう」と言って義家が攻めてくるような道筋にたくさんの家来を隠しておきました家来はどんどん敵の方へ攻めていきました するとにわかに草むらの中からたくさんのがんが飛び上がってちりじりばらばらに飛びました。よしえはこれを見ると「ははあ、兵があるな」と言って笑いました。戦の学問に「がんが乱れ立つときっと伏兵がある」 とということがあるのよしえはそれではこちらからせめてかかろうと言って野原をかり立てました隠れていた敵兵はさんざんに打ち破られてしまいましたまもなく敵は降参しましたこぶとり 「むかしあるところにひとりのおじいさんがありました。みぎのほほにおおきなこぶがあってこまっていました。あるひのことおじいさんはやまへしばかりにいきましたがあめがふってきましたのでおおきなうろにはいってあめのやむのをまっていました。 そのうちにとうとうよるになってしまいました。するとむこうからおおぜいのおにどもがぞろぞろとやってきました。おじいさんはきもをつぶしてきのうろのなかにちいさくなっていました。おにどもはおじいさんのかくれているきのまえまでくるとどっかとこしをおろしてまるくすわりました。 おじいさんは、ああ、これは大変だ。と思って、汗をたらしながらじっとしていますと、鬼どもはお酒やいろいろなお魚を出して、盛んに飲んだり食べたりしました。やがて鬼どもは酔ってしまいました。鬼の大将は、何かベラベラと言い,いつけました。 すると大勢の鬼どもは一斉に手を打って、拍子を取りながら変な歌を歌いました。しばらくして一人の若い鬼が飛び出して踊りました。みんなは笑ったり怒鳴ったりして、一人がやめると次の鬼がまた踊ってゅ々に踊りました。おじいさんは、 木のうろの中でこのようすをみていました。もうおもしろくてたまりませんでした。するとにわかにおにのたいしょうが、やめてしまえ。おもしろくもない。いつもおなじことばかりやっている。もっとおもしろいおどりやうたをしっているものはないか。といいました。おじいさんは、 鬼の歌や表紙をとっているのを聞くともう腰が浮いて踊りたくてたまりませんでしたが鬼の大将がこう言うとひとつ踊ってやろうかと思いましたけれどもうっかり飛び出してあんぐりやられたら大変だと思ってじっとしていましたそのうちに鬼どもは また手を打ち打ち歌を歌い出しました。おじいさんはもう怖いのも忘れて「えいどうでもなれ」と言って踊り出しました。木のうろからぴょこんと飛び出して鬼の大将の前へ行って踊り出しました。今度は鬼の大将がびっくりして立ち上がりました。何だ にんげんか。なんだ人間かいやうまいぞおどりがおもしろいや。とおにどもはそうだちになってさかんにひょうしをとってうたいました。おにのたいしょうはいやこれはおもしろいゆかいだゆかいだといってよろこびました。おどり終わると、 鬼の大将は「いやほんとにおもしろかったこんなおどりははじめてみたあすもきておどってくれないか?」といいましたおじいさんは「ああくるともくるとも」といいましたするとわかいおには「いや人間はよくうそをつくあすくるといっても どうだかわからぬ。そうだ。何かひとつじいさんのものをあずかっておけばよい。そうだ。何かしちにとっておこう。と言って、何をとっておこうきもの。ぼうしがいい。とさわいでいると、おにのたいしょうはいやいや、とっておくものがある。 人間はコブを服のものだと言って大事にする。このじいさんは大きなコブを持っているから、そのコブを預かるといい、一番大事にしているものだから、と言いました。おじいさんは、これは閉めた、と思いました。そして、いやいや、このコブだけは、 どうかかんべんしてください。こぶはだいじだから。といいました。するとおにどもはよってたかって、あんなにおしがっているよ。えい、とってしまえ。と言って、ぽきりとこぶをとってしまいました。おじいさんはすこしもいたくありませんでしたので、たいへんによろこびました。ちょうど、 カラスがなきだしましたのでおにどもは「さあたいへん!」といってみんなどやどやとたちあがるとどこかへいってしまいました。2おじいさんはこぶをとられてさっぱりしていいきもちになりました。おどりおどりうちへかえりました。おばあさんは、 おじいさんのはなしをきいてめをまるくしながらよろこびました。これをききつけたおとなりのよくないおじいさんはびっくりしました。おとなりのおじいさんはひだりのほほにおおきなこぶがあってこまっていました。さっそくおじいさんのうちへいっておじいさんにたずねました。 こぶがなくなりましたね。なんといういしゃにきってもらったのですかこれはおいしゃではなくやまのなかのおにがとってくれたのです。それはまたどうしたわけですかとおとなりのおじいさんがたずねましたのでおじいさんははなしてありました。するとおとなりのおじいさんは はあなるほど。それはいいことをきいた。わしもでかけてコブをとってもらおう。いったいおにのいるところはどこですかとききました。おじいさんはやまのみちをしんせつにおしえてやりました。おとなりのおじいさんはさっそくでかけました。そしてきのうろのなかにかくれて、 おにのくるのるをまっていました。やがて鬼どもはどやどやとやってきて木の前でお酒を飲み始めました歌を歌い踊りを踊りましたすると鬼の大将が「ゆうべのじいさんが来ないぞ」と言い,いましたお隣のおじいさんはもうこわくてなりませんでした けれども、ここだと思って飛び出そうとしますと、若い鬼が早くも見つけて、ああ、来ていたな。さあ、出てきて踊れと言って引っ張り出しました。鬼の大将は、おい、よく来てくれた。さあ、踊ってくれと言いました。お隣のおじいさんは、 おどることはしりませんでした。けれどももうしかたがありません。鬼に言われるままに手をあげたり足をあげたりして踊りました。すると鬼どもはみんな歌もやめ拍子をとらないでつまらないような顔をしました。すると鬼の大将は「それはなんだそれも踊りか?」。 どうしたんだ今夜はバカにまずいな」と言いましたすると鬼どもは「ダメだ見ていられない下手だよやめてしまえ」と口々に言いました鬼の大将も怒って「やめてしまえもう帰れ」と言って鬼どもに「おい ゆうべあずかったた。ものをしししてやれとめいれいしましたするとおにどもは「さあ父はかえしてやるぞかえれかえれ」といいながらゆうべのこぶをもってきておとなりのおじいさんのみぎのほほにパチンとたたきつけましたおとなりのおじいさんはあっというまにみぎのほほにも 大きなこぶがくっつきました。顔の右と左に。二つのこぶをぶら下げて。お隣のおじいさんは。泣くなくお家へ帰りました。ネズミの。おむこあるところに。大変。 お金持ちのネズ,ミがありましたネズミは子供がないので神様にお祈りをすると間もなくきれいな娘が生まれました娘はだんだん大きくなってネズミの国中比べ物の,のないほど美しい娘になりましたネズミのお父さんは娘をネズミのお嫁にやるのは よのなかでいちばんえらいものにやりたいと思いました。おとうさんはおおぜいのともだちをよんでよのなかでいちばんえらいものはたれだろうとたずねました。みんなは「それはこのよをあかるくしているおひさまさ」といいました。 そこでねずみのお父さんははるばる天へのぼっておひさまにあいました。おひさまおひさまはこのよのなかでいちばんえらいかたです。どうかわたしのむすめをおよめにもらってください。といいました。おひさまはそれはありがとう。しかし。 世の中には私より偉いものがあります。まあ、それはタレでございましょうか。それは雲です。私がいくらてっても雲がいるとダメになります。なるほどと感心して、ネズミのお父さんは雲のところへいて。 雲に会いました。雲さん、雲さんはこの世の中で一番偉い方です。どうか私の娘をお嫁にもらってください。と言いました。雲は、それはありがとう。しかし、世の中には私より偉いものがあります。まあ、 それは誰でございましょうかそれは風です。私がいくらじっとしていても風が吹くと吹き飛ばされてしまいます。なるほど。と感心してネズミのお父さんは風のところへ行って風に会いました。ネズミのお父さんは風さん。 かぜさんはこのよのなかでいちばんえらいかたです。どうかわたしのむすめをおよめにもらってください。といいました。かぜは、それはありがとう。しかしよのなかにはわたしよりえらいものがあります。まあ、それはたれでございましょうか。 それはかべですわたしがいくらふきとばしてやろうと思ってもかべだけはどうしてもうごきません。なるほど。とかんしんしてねずみのおとうさんはかべのところへいってかべにあいました。かべさんかべさんはこのよのなかでいちばんえらいかたです。 どうかわたしのむすめをおよめにもらってください」といいましたかべは「それはありがとうしかしこのよのなかにはわたしよりえらいものがあります」ねずみのおとうさんはまたかと思ってこまってしまいましたいったいそれはたれでございますか これはあなたです。ねずみさんです。ねずみのおとうさんはびっくりしてものがいえませんでした。わたしがいくらかたくなってつったっていてもねずみさんはへいきであなをあけてではいりをするのですからまったくかないませんよ。ねずみのおとうさんは いいよいよ感心して、「なるほど我らがこの世の中で一番偉いんだ」と言って踊りながら家へ帰りましたそして「世の中で我らネズミより偉いものはない私の大事な大事な娘ネズミ獄一の美しい姫は」 やはりネズミのお嫁にやるぞ。と言ってネズミの中でおむこを選ぶことにしました。ネズミはたくさん集まってきました。ネズミのお父さんはその中の一人を選んでおむこさんにしました。二人は仲良く暮らしました。子どもがたくさんできました。 1> 金時1むかしさがみの国のあしがらの山の山奥に山うばと金太郎がすんでいました金太郎は山うばのひとりむすこでたいそう力のつよい子どもでありました金太郎はまいにち山へい 木を切り倒したり鹿やうさぎや猿や熊などと相撲を取ったりして遊んでいました。ある天気の良い日のことでありました。金太郎はいつものように山の広場へ行って遊びました。鹿が行事になって猿やうさぎが相撲を取りました。うさぎは、 たちあがったと思うとすぐにあしなげをくってころんでしまいました。つぎはくまがぎょうじになって猿と鹿がとりくみました。しばらくして猿と鹿はいっしょにころんでしまいました。こんどはきんたろうとくまのばんであります。きんたろうはくまをうんとしてありました。 熊はコロコロと倒れて負けました。金太郎は、さあ、今度はみんなで一緒にやってこい。と言い,いました。そして金太郎は、うさぎ、猿、鹿、熊を一緒に倒してしまいました。二、お昼になると金太郎は、さあ、みんな来い。 と言ってておむすびを分けやりました。みんなよろこんでおむすびをたべましたゆうがたになるときんたろうはくまのせなかにのってちかみちをしてうちへかえろうとしましたがかわのはしがおちてわたることができませんみんなは「あこまった」「まわりみちするとずいぶんと遠いな」 と心配しましたするときんたろうは「だいじょうぶ。おれがよいはしをかけてやろう。」と言って川岸のおおきなきにりょうてをかけ「うん」とおしますとおおきなきはメリメリとたおれてむこうぎしにかかりました。いやあこれはりっぱなはしができた。 えらいなあとみんなはきんたろうをほめましたきのはしをわたってきんたろうはみんなにわかれてうちへかえっていきましたすると「こんどはわしとすもうをとろう」というこえがきこえました。ふりかえってみるとりっい ただ、パな侍でありました。金太郎は侍と相撲をとりました。すると。さあ、このくらいでよそうと言って、お前は大変強い。いい子だ。都へ行って侍になりたくはないか。というのでした。金太郎はなりたいと言いました。 さ私は源頼光の家来うすいの井定光というものです。あなたの子どもを都へやって頼光の家来にしたくはありませんか。私はこの子が大きな木を倒しているところを見てついてきたのです。実に強い子どもです。 と言いましたお母さんは「それではどうぞつれていってくださいおねがいします」といいました金太郎はよろこんで「あうれしいなりっぱなさむらいになるんだおじさんはやくつれていってくれよ」といいました4 お母さんは大騒よろこんで支度をしてくれました。金太郎はお母さん行ってまいりますと言って出かけました。お母さんは金太郎を見送りました。金太郎が都へ行くということを聞いて、う牛に猿、鹿、熊も飛んできました。金太郎さんがいなくなると寂しいな。 早く偉い侍になって帰ってきてください。と言いながら山の麓まで送っていきました。金太郎は都へ登って頼光の家来になって坂田の金時となりました。大きくなるとぐんぐん偉い侍になって頼光が大江山の主天童寺という鬼を退治した時には そして渡辺の綱浦部の末武臼井の定光と一緒に頼光の四天王と呼ばれるようになりましたいっぽんの貧乏な若者がありました。 親も兄弟も住むうちもありません若者は長谷の観音様のお堂の中にこもって観音様にお祈りをしました観音様のお力でどうか良い仕事を授けてくださいと21日の間少しも動かないで祈りましたすると 夢のうちに観音様がお見えになって、いつまでこんなところにいても仕方がない。すぐに出かけて、一番初めに手に触れたものを拾って、大事に持っているがよい。きっと運が向いてくるだろう。と言われました。若者ははっと目が覚めました。 すぐにお堂を出て歩きましたすると一本のわらが落ちていました若者はそれを拾い上げました「なんだわらだしかし観音様の追いつけだから大事に持っていよう」と言って手にしっかり握って歩きましたしばらく歩いていきますと 一匹のアブが飛んできて、ブンブン言いながら顔の周りを飛んでいるので、若者はうるさくて仕方がないから、木の枝でそれを払いのけようとしましたが、アブはなかなか逃げません。とうとう若者は怒ってアブを捕まえると、さっきのわらでおなかを縛って、木の枝にくくっておきました。2 ちょうどそこを牛舎が通りかかりましたがその車の中から男の子が顔を出して若者のアブを見ると「あああれをおくれよ」と言いましたするとお供の侍がすぐに若者に向かって「若者お前の持っているそのぶんぶんを若様にあげてくれないか頼む」 と言いました。若者はこれは観音様が大事にしろと言われたものですけれども、そんなに若様が欲しいというならあげましょうと言ってあげました。すると車の中から奥方がそれを見て、まあそれは気の毒だ。それでは代わりにこれをあげましょうと言って わかものは「おやおや一本のわらが三つのみかんになったぞ」とよろこんでまた歩きだしましたしばらく行きますとまたもや向こうから立派な車が来ましたが車の中の姫が「あ喉がかわいた水が飲みたい」 と言いました。お供の侍たちは慌てて若者に向かって「若者この辺に井戸はないか?」と尋ねました若者は「井戸はありませんどうしたのですか?」と聞きました「奥方が喉が渇いたと言われるので」と侍は言いました若者は「 それではこれをあげてくださいと言って三つのみかんをあげました。侍は喜んでみかんの汁を奥方に吸わせると奥方はすっかり元気になりました。そしてああ助かったと言って真っ白な上等な布を三旦出してくれました。若者は おやおや三つのみかんが布三反になったぞ」とよろこんでまた歩きだしましたしばらく行きますとまたもや向こうから大層立派な馬に乗った人が来ましたところが不思議なことに馬は若者の,の前まで来ると たれてししままいました乗っていた人もお供の人も驚いてすぐにほかの馬を雇ってきました若者は「大層立派な馬ですがどうしたのですか?」と尋ねましたすると「これは陸奥国からわざわざ取り寄せた馬ですが死んでしまったのでどうしたらよいか困っています」 と言いました。若者は、それでは、わたくしにゆずってください。かたづけてあげましょう。と言いました。そして、そのかわり、これをあげましょう。と言って、布三炭を出してやりました。その人は、白い布三炭と、死んだ馬を取り替えて、どんどん走っていきました。 若者は、長谷の観音様の方を拝んで、どうぞ、この馬を生かしてください、と祈りました。すると不思議なことには、死んでいた馬がふいっと息を吹き返しました。若者は馬を起こしてやりました。そして、水や食べ物をやりますと、すぐに元気になりました。 若者は大ろ喜んで馬に乗ってずんずん走りました。まもなく町へ出ました。若者はふと、こんなに走っていて馬を盗んだように思われては大変だと思いました。4ちょうどそこに一軒のうちがありました。 そのうちでは旅支度をしているのでした。若者は、どうですこの馬を買いませんか安くしてあげます。と言いました。そのうちの主人は、ちょうど馬が一匹欲しいと思っていましたが、それでは他とお米をあげますから取り替えてください。というのでした。 若者は「よろしい!」と言って近所にある稲田山頂とお米をどっさりもらいました。すると主人は「若い方私はこれから旅へ出るのですが私の家を使っていてくれませんかいつ帰るかわかりませんが帰ってこなかったらそのままあなたのものにしてください」。 というのでした。若者は喜んですぐに立派なうちに入りました。若者は立派なうちで何不自由なく暮らしました。若者は時々こういうのでした。おやおや、一本のわらがこんなに幸せにしてくれた。 主人を助けたけ1漁師はいつものように犬を連れて山へ出かけましたがどうしたものか獲物がありませんでしたので漁師はだんだん山の奥へ入っていくうちにもう日が暮れてしまいましたもううちへ引き返すこともできません 漁師は仕方がないので木の枝をたくさん拾って盛んに火を起こしてその周りを犬に見張りをさせて寝てしまいましたあまりに疲れたので漁師はもちろん犬もすっかり寝込んでしまいました2真夜中のことでありました一匹の犬が けたたましく吠えたてるので、漁師はびっくりして目を覚ましました。それは、一番賢い犬でありましたから、何か変わったことでもあったのかと、漁師はそこらを見回りましたが、別に目に留まるものもありませんでした。ほかの犬たちもびっくりして、目を覚ましてワンワン吠えながら、そこらを見回りましたが、 何もなかったので帰ってきてまた寝ましたけれども賢い犬はますますひどく吠えるばかりですから漁師は「むやみに吠えるものではないよ眠れないじゃないか」と犬を叱ってまた寝ました3賢い犬はそれでもやめません まますます高く吠えながら、乳がいのように暴れまわるので、漁師はちっとも眠れません。漁師は、うるさい、うるさいと言いました。けれども犬は、漁師の着物を引っ張ったり、足を蹴ったり、今にもかみつきそうに暴れるのでした。漁師はだんだん気味が悪くなりました。 こいつこわくなってえきがちがったのかどうもきみがわるいな。えいこのきちがい犬めころしてしまおうといきなりやまがたなをぬいてかみつこうとする犬のくびをざくりときってしまいました。とたん犬のくびはおそろしいいきおいでおおきなきのえだにとんだと思うと。 うーんというものすごいうめき声が聞こえました4漁師はびっくりして大きな木を見上げますと木の股には長さ56軒もありそうな大蛇がとぐろを巻いていましたが犬の首にしっかりとかみつかれて血を噴き出していましたやがて大蛇は、 どくろをまいたまま落ちてしまいましたが犬の首はしっかりとかみついたまま離れませんでした木の上の大蛇が主人を飲もうとしたのを賢い犬が見つけて主人を起こしたのですが主人はそれを知らずに犬を殺したため犬の主人を思う一年はとうとう首だけになっても

竜王とおきさきさまがすんでいました。あるとしのこと、竜王のおきさきさまが、重い病気にかかって寝てしまいました。竜王は、家来に言いつけて、いろいろな薬を取り寄せて、おきさきさまに飲ませましたけれども、だんだん重くなるばかりでした。竜王は、家来一同を呼び寄せて、 なんとかして助ける工夫はないか」と相談しましたしばらくは誰も口をききませんでしたがタコの入道がニョロニョロと竜王の御前に進んで「猿の息き肝を差し上げるほかによい薬はございません」「これをお上がりになればすぐお直りになると思います」 と言いました。竜王は猿とは何のだと尋ねました。猿は陸の上にいる獣です。それをどうして取ることができるか？誰かお使いをおやりになればよろしゅうございます。誰が良いか？すると鯛が出てきて。 それはクラゲがよろしゅうございます。クラゲは四つ足ですから、陸の上を自由に歩きます。と言い,いました。竜王はクラゲを呼びました。そして、ではクラゲ、一日も早く猿とやら言うものを取ってこい。と言い,いつけました。クラゲは、はい。 かしこまりました」と言って出ていきました。四つ足でふわりふわりと御殿を出るとまっすぐに丘の方へ泳いでいきました。2. やがてクラゲは丘に上がりました。丘の上には大きな木があって木の枝には猿があちらの枝からこちらの枝へ こちらの枝からあちらの枝へと跳ね回っていました。クラゲは？こんにちは。さるさんと言い,いました。猿はお前はなんだい？私はクラゲだよ。ところで丘というところは良いところだな。そうさ、クラゲはどこに住んでいるんだ？ くらげは海の中はどうだいそれはそれはとても立派なすみよいところだよ。丘なんか海の中とはくらべものにならないさ。どんなによいのだとサルはだんだん乗り出してたずねました。クラゲはあるだけのことばをつくしてリュグをほめたてました。 そして！どうだ？行ってみる気はないかと言いました。猿は行ってみたいな。しかしどうすれば行かれるんだ。それはわけないさ。私が連れて行ってやるよ。竜宮へ行ったらずいぶんご馳走をくれるよ。では早く連れて行ってくれよ。と猿は言いました。 クラゲはしめたと思ってすぐにサルをせなかにのせるとにょろにょろとうみへはいってふわりふわりとりゅうぐうのほうへおよいでいきました。3クラゲはおよいでいきながらバカなサルだなと思っていました。そして「やいサルおまえきもをもっているか?」 と言いました。猿は驚いて「何肝肝をどうするんだい?」と尋ねました。クラゲはもうおかしくてたまりません。クスクスと笑いながら「何でもないよ。肝があればいいんだ。肝が一番大事だからな」と言いました。猿はますますクラゲを気味悪がって どうしたんだいどうしてきもが大事だいじだいはやくはなしてくれよ。ねえクラゲ。となんどもなんどもたずねました。クラゲははなすまいと思いましたけれどももうはなしてもサルはどうすることもできないと思って「じつはりゅうおうさまのおきさきさまがごびょうきでサルのいきぎもをのまなければ なおらないというのでわたしがおまえをとりにきたのだ」と言ってカラカラとわらいました。サルはおどろきました。けれどもサルはしばらくじっとかんがえていましたがやがてへいきなかおをして「それはこまったなあ。そんならきもをもってくるんだったなあ。」と言いました。クラゲは なんだとお前は肝を持っていないのかと尋ねました。猿は、そうだよ。私は今朝肝を洗って木の枝にかけておいたのだが、さっき出かけるときあんまり慌てたものだから、うっかり忘れてきたよ。と言いました。クラゲは、それではしょうがない。と言いました。 猿は海の中で降ろされては大変だから。いやいや、もう1度おかい換えって肝を取っていこう。と言い,いました。クラゲはそうだそうだと言って丘の上へ泳いでいきました。4。おかへ着くと猿はぴょ。こんと飛び降りて。 どうもご苦労さま。もう帰ってもいいよ。と言って赤いお尻を見せてどんどん逃げていきました。クラゲは「しまっただまされた!」とくやしがりながらしかたなくリ宮へ帰っていきました。待っていたリ宮の竜王さまはクラゲの話を聞くと大層怒って「バカ と言って家来どもに「こいつをぶってぶってぶちのめしてやれ」と言いつけました家来どもはクラゲをつかまえてめちゃめちゃにぶってやりましたそれからというものクラゲは目も鼻もないくなくなの骨なしになってしまいました お猿のお嫁1昔あるところにおじいさんと3人の娘がありましたおじいさんは畑へ行ってごぼうを抜いていましたが大きなごぼうがどうしても抜けませんおじいさんは汗だくだくになってうんうん と言いながら抜こうとしますと。おじいさん抜けないかいとお猿が声をかけました。ああ、抜けないよ。抜いてあげようか？頼む。お礼をくれるか？やるともやる。ともうちの娘でもやるよ。本当に娘をくれるね。 と言ってお猿は大きなごぼうをわけもなく抜いてくれました。おじいさんは喜んで、ああ助かった、大きなごぼうだな、と言って帰り自宅をしました。お猿はそれでは三日の後に娘さんをもらいに行くよ、と言って向こうへ行ってしまいました。おじいさんははっ。 と気がついて、苦しぎれに飛んだことを言ってしまったと思いましたが、まさかお猿が娘を取りに来ることはないだろうと思って、うちへ帰りました。2、おじいさんはお猿の言葉が気になってしかたがありません。困っ,困った、困った。と言って、ごはんも食べないで心配しました。すると 三人の娘は、お父様、ま、何を心配しているのと尋ねました。お父さんは、お猿の話をしてやりました。すると三人の娘は、声を上げて泣き出しました。お父さんは、お前、お猿のお嫁に行ってくれるかと一番目の娘に聞き,きました。一番目の娘は、 いいやいやとにげましたお父さんはお前、お猿のお嫁に行ってくれるかと二番目の娘に聞き,きました。二番目の娘は、いやいやと逃げました。お父さんはお前、お猿のお嫁に行ってくれるかと三番目の娘に聞き,きました。三番目の娘は 行きましょう。私がよいようにしますからご安心なさい」と言いましたお父さんは「まあありがとうこれで助かった」と安心しました3番目の娘は「お父さんお嫁入りの道具をそろえてください」と言いましたお父さんは「よしよし。 お猿のお嫁には何がいるのかねと尋ねました。娘は、お米をどっさり入れて、一袋、小さい牛ときねをください。と言いました。お父さんは、よしよし。と言って、すぐに用意をしてきました。三番目の娘は、きれいに着飾って、 お猿の来るのを待っていました。3お猿のおむこさんが来ました。娘は、まあ、よくいらっしゃいました。さあ、用意ができておりますから、すぐ出かけましょう。と言って、お父さん、お母さん、一番目の姉さん、二番目の姉さんにおいとまごいをしました。おさるは、 娘は「あなたお嫁入りの道具を忘れてはいけませんわ。このお米とうすときねを担いでいってくださいね。毎日お餅をこしらえてあげるから」と言いました。お猿は「ああそれはうれしいな」と言って。 大きなお米の袋とうすときねをせなかにせおってえんやえんやとあるきだしました。むすめはお猿といっしょにでかけました。しばらくいきますときれいなかわのほとりにおおきなさくらのきにはながいちめんさいていました。むすめはあ,あきれいなはなだなあれはなんというはなですか と尋ねました。お猿は。あれは桜の花だよ。ねえ、あの綺麗な桜の花が欲しいわ。よしよし僕が一枝折ってやろうと言って、お猿は桜の木に登りました。これがいいか？いやいや、もっと上えの枝えがいいわ。 おさるはずんずん上へ登りました。これがいいかいやいや、もっと上の枝がいいわ。おさるは一番上まで登りました。お米の袋だの、うすだの、きねだのを背負っていたので、おさるは汗だくだくになって、もう落ちそうになりました。娘は、 うえのほそいほそいひとえだをゆびさして「そのえだそのえだがいいわ」といいました「はやくはやくおってください」とまたいいましたおさるは「よしよしだいじょうぶ」といってえだにてをかけましたえだはおれておさるはああ という間に川の中へ落ちてしまいました。お米の袋や臼や絹が重くて枝につかまることも岸へはい上がることもできませんでした。娘をお猿に取られてお父さんとお母さんが泣いているところへひょっこり娘が元気な顔で帰ってきましたのでみんなは たいそうよろこびました。